どうも、くま村長です。今回はこちらのですね、屋外飼育しているニホントカゲを冬眠させるというところで動画をお届けしてまいります。だいたい気温がですね、25度を下回ってきたら冬眠のね、準備に入っていきます。こちらにはこのオスのニホントカゲがいます。夏場はモリモリ餌を食べてました。今回はですね、冬眠にこの水苔をね、使います。まあおそらくね、冬眠はですね、こちらのブロック塀の下でやると思うんですけども、まあね、水分確保のために水苔をね、敷いていくというところになっております。全体的にね、どんどん水苔を敷いていってですね、右下にはですね、水場も確保しております。まあ、冬眠途中にですね、水が飲めるようにしておくというところになっております。全体的に水をまいて環境をね、整えていきます。まあ、冬眠中はですね、できる限り静かな場所で氷点下にならないように、そしてね、水切れを起こさないというのがね、ポイントなんじゃないかなというふうに思っております。これでね、冬眠の準備は完了になります。あとは 2,3 日1回ぐらいにこういうふうにね、確認していきます。まあ、どうしてもね、乾燥が気になりますんで、水切れだけはね、起こさないようにこまめにチェックしております。ということで、今回の動画はこれで以上になります。またこういった発信を続けていきますので、応援の方よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。